行くわよ。そうとしても無駄だ。ここは俺様が作り出した青春世界ゆえに、貴様らごとき下等生物にはどうすることもできん。ここから逃げ出したくば、これから始まる戦いの宴に勝ち抜くことだ、カスども。その口調、あなたククリさんですね。いきなり正解とは空気が読めないやつ。さすが三流アイドル。三流よくわかってるじゃない。一流の私がさっさとやっつけてあげるわ。出てきなさい。マイさん、ひどい。飲み込めてませんが、とにかくククリさんを探しましょう。Thank you.
なんか地味よね、この世界。こういうのって人の内面が出るわよね。そうだった。これをご覧のクズどもに俺様が何をやっているか説明しておこう。この邪神像は力を再び得ることで精神世界から現実世界に復活を遂げる。そのエネルギー源は美女たちの恐怖や絶望である。つまり彼女たちの戦いそのものがエネルギー源。そして邪神復活は俺様ワールドが妄想壁を破って現実世界に現れることを意味する。その瞬間世界のマザーは我がコレクションとなるのだ。皆さん本当に変わったお召し物で、ククリさんの趣味なのでしょうか。ウォンチュ
ディーゴー。ランキューボール、サイコボール、ドン。私の勝ちね、テリー。女になったから負けた。はあ、こんな時にケンスーがいてくれれば。歩き疲れたわ。この屋敷広すぎね。
ここまでは予定通り。残り2人分の恐怖を集めれば我が目的は達成される。俺様自ら恐怖を与えてやろう。さあ、追い詰めたわよ、変態！観念しなさい！その歪んだ心、私たちが正してみせます。敗北者はエネルギーを吸い取られ、我がコレクション砂人形となるのだ！僕、タケベ、震え上がれ、オープンミューゼック！頭湧いてんじゃないの？再起不能にしてあげるわ。ボスせよ。レディーゴー。ダイコボーイ、ワイコダイコボーイ、ツッツキマスルヘイクレンボー、クレンボー、これダイコボーイ、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 砂人形化すると揺れる。Continue。Ready。Go。負けるとは、俺様の妄想力がまだまだ未熟なようだ。サンドアミュージック、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 何気ない言葉に相槌打
ポツンと一人、まるで心の距離測る目にの巡り疲れては思い出す、歩幅を合わせる眩しい横顔、喋ってたり聞きたがってたよね、いろんなところ話してたの全部覚えてる、本当は知りたくて仕方がないんだよ、君の好きな場所、好きな私も星の書きづらい数くらい二人交わした夢、全てが心飾るドレスになる、君がまだ知らないヒロインになりたいんだ、驚くだろうけど笑ってくれるかな、風のパレット空をかけてゆく、時のキャンバス輝き何度つまずいても心寄り合うなら